はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は採掘グダッとやっていきます。はい、まあイベントは終わっていないんですが、まあ正直俺はもうフレンドポイントしか最近この1週間回していないということで、まあ結局どれぐらい集めたっけなっていうのをね、グダグダと話しながらやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、まあいろいろと星4配布とか確か今日までとかいろいろあったりしたので、まあまだ交換していない人は交換しておいた方がいいかなと思います。はい、でまあもうちゃちゃーっと開けておくんですが、まあイベント終わってないんだけど、まあ終わりましたね。はい、もう正直聖堂の果実が入手できるようになってからイベントを回ることをやめていたんですが、いやー、何なんだろうねっていういろいろ突っ込んではいけないのかもしれないけど、まあまあそういう感じのイベントでしたねっていう話です。あ、で一応今回なんですが、星4、星5、星3アイテムが全部ピッケル等とかいろいろに変えることができるという形になってるんで、もし余ってるよっていう方に関しては交換するのをおすすめします。でまあこういう形で一応ね、シャベルを、まあシャベル、ハンマーをピッケルとか変えることができるんだけど、これに関してはまあ無駄になるだけとなっているんで、まあ基本は交換素材のやつですね、冷装のやつです。冷装でドロップするやつをまあ基本メインで交換すればいいかなと思います。で最終的にシャベルが一番多かったっていう印象かな。はい、でそうだそうだ、素材等をね見ておきたいっていうのがあるんで、ちょっと軽くねアイテム素材のやつだけ記録で置いておきましょう。ということで早速発掘やっていきますか。はい、でまあこれはタップしないとね、できないという形になってるんで、タップしてやっていきましょう。いいね。そう、正直ね、金素材だね、金素材は全部欲しいのと、個人的に銀素材で欲しいのが貝殻、あと氷、マガタマもかな、欲しかった気がするので、まあそこら辺来てほしいなっていうのと、まあ銅素材に関しては火薬とか、鉄杭ですねに関しては全然来ていないので、まあそこが来てくれると嬉しいなっていう形か。でまあここら辺のピッケル関連、ピッケルじゃねえわ、秘石魔石関連に関しては正直いらないので、まあもうガンガン発掘していきましょう。どれぐらいまでいけるんかな。25あるので、まあだいたい、まあ単純計算したら、まあいい感じに100枚近くは開けれるのかなっていう形かな。いやここら辺に関してもね、正直もう一括開封みたいな感じでちゃっちゃできていけるので楽ですね。まあ楽なんだけど、まあ強いて言うんだったらあれか、お任せ発掘の方ちょっとポチポチするのがめんどくさいっていう、もうちょっとお任せ発掘でかくてもいいんじゃないかって思ったりはするんですが、まあまあそれぐらいですね。いやーけどボックスの箱イベと違って、まあ1回でちゃっちゃね減ってってくれるんで、開けやすさだけで言うと割と開けやすいのかなとか思ったりしております。あ、毒針とか今めっちゃあったね、いいね。おー、いやもうちょっとお任せ発掘上っ側に置いて欲しかったな愚痴、ここのところ押しにくいんすよ、地味にイベントアイテムの交換とかそこら辺のやつがあったりするので。でまあどちらかっていうと、もうまあメインとしてはなんだろう、真ん中にあるやつだね、あそこら辺で金素材がガンガン来てくれるっていうのを祈るしかないんで、まあ4マスの中に3個ぐらい金素材が正直あったらプラスになるかなと思ってるので、まあそこら辺が来てくれると嬉しいなっていう感じかな。で1回ごとで多分200ぐらい消費してってるので、まあがっつりやっていけば多分いい感じになるはず。はい、というのでね、まあグダグダお話ししてるんですが、まあ本来だとイベントが終わった後に、まあまとめてあげてわーとかね言おうと思っていたんですが、まあ正直ね、まああんまりイベント回る気がないっていうのと、まあ明日にね多分何らかしらイベントが終わった後にキャンペーンか何らかしらが来ると思っているんで、まあそしたらこの動画、まあ今日ですね、イベントが終わる前日に撮っておいた方がコストパフォーマンスがいいなっていう感じがしたんで、こちらで撮っているという形になっております。はい、でどれぐらい開けれるだろうな、100は多分開けれると思うんですが、まあ俺計算がちょっと苦手なので、もしかしたらなんかところどころ足りないやつがあるかもしれないって言いつつ、もう68枚ぐらい発掘してるんでいいですね。で一応これ赤とかね、緑とか、赤青黄色のやつ、まあ今回赤色がめちゃくちゃ自分余ってるんですが、まあ人によってはね黄色のハンマーがめちゃくちゃ余ってるっていうこともあったりするので、まあそこら辺は乱数なのかなとか思ったりしつつ、ちょっと待てよ、
俺はふと思った、ふと気づいた。もしかしたらさっきまで BGM が、めちゃくちゃちっちゃかった説がある。いやちょっとごめん、裏というかあれだね、いろいろと打ち合わせをするときにね、音量調整してたんですが、それの設定を引き継いだままこの動画撮り始めてたんで、もしかしたら音量関連がいつもより少なくなってるかもしれないんですが、そこだけご了承ください。今は多分通常に戻っているはずです。はい、はずなので、そこのところはごめんなさい。完全的なこっちの落ち度です。で、グダグダ言いつつ、まあ100枚までは完全的に開けれそうだね。で、100まで開けたら一応金素材が、まあ、200個近くは、まあ、平均的に貯まるはずなので、まあそこら辺がどこら辺まで貯められてるかだね。で、欲しいのがどちらかっていうと炭石とかコンペイトーとか、まあそこら辺のやつですね。まあ割と安定した精霊魂とかも欲しいという形になってるんで、まあここら辺が来てくれると嬉しいかな。アペンド関連でとりあえず、まあね、金素材に関してはあればあるほどいいという形になるので、まあアペンド関連、銀冠しかり、まあいろいろそこら辺でまだ貯め切ってないやつがある程度ドロップしてくれると嬉しいなという形なんですが、もうそろそろ1万切りましたね。あ、というか青がなんかめちゃくちゃ消費されてってる。今回めちゃくちゃ青使ってんな。あれけど全部210、210、220とかだからあんま関係ないのかな。いや関係あると思うんですが、青関連が一番初めに消えそうな感じするね。で、まあ一番初めに消えちゃったら消えちゃったらで、まあリセットしてっていうのが丸いかなとか思うので、まあそこら辺はまあ仕方なしでということで、100いったね。まあ、正直ね、ガチな話をするとね、200ぐらいまではね、素材として貯めたいなーとか思ってたんですが、まあ正直ね、集会ずっとやり続けて、暇だなー、飽きたなーっていうのと、まあ聖堂のコインが追加された、聖堂のリンゴが追加されたということで、集会するよりも今に関してはリンゴを作って、ボックスイベントと、まあ、もしくはあれだね、去年の水着イベントに備えた方が、まあ、コストパフォーマンスがいいなと感じたので、まあ、今回に関しては、一応ちょっと集会に関しては諦めで、1週間ぐらい、放置しているという形になってます。はい、まあ、やっぱね、今後のことを考えたら聖堂のリンゴに関しては作れるんだったら作っといた方がコストパフォーマンスがいいという形になっているので、まあ半分ぐらい、今確か50個ぐらい作れたんですが、まあそこら辺まで作れているので、まあ欲を言えば次のイベントまでに、まあ80個近くは作っておいて、まあそのリンゴ食いながら集会できたらいいなとか思ったりしております。で、グダグダ話していたら、もうそろそろ岩盤が終わり始めてますね。はい、銅のやつ、青色のやつがもうなくなってきてるので、7回ぐらいかな、多分7回ぐらいしたら、綺麗になくなるでしょう。ただこれあれなんだよな、まんべんなく開けないと金素材関連は入手することができないという形になってるんで、まあ、ちょっとそこだけがっていう形かな。まあまあ、ただ銅素材関連も、おお、お任せが、もうね、銅素材関連あっても嬉しいという形になるので、どうしようかな。まあお任せ発掘とりあえずして、リセットして、お任せ発掘して一回確認な。うわー、青が欲しい、ちょっと青欲しいな。青の20で炭石が欲しいんで、ちょっとここは青に変えますか。どっちかな、黄色を、けど20欲しいっつって17交換したらコスパ悪いんだろうな。やめましょう、よくないです。やっぱここら辺に関しては素材、ドロップできる素材をリセットするっていうのはコストパフォーマンス悪い気がするので、まあこれでとりあえずね、入手しておきましょう。ということで、まだあと1回できるんですが、あと1回分やっておいて、発掘してこれで終わりっていう形かな。はい、以上ということで、まあ青色のハンマーがなくなったんですが、だいたい150ぐらいまでは、全部まとめて開けることができたかなとか思ったりしております。はい、まあ150枚200枚行きたかったんですが、まあまあ仕方がないっていう形ですね。で、素材としてどれぐらい増えたのかというのが気になるので、画像を自分で見つつやっていくんですが、はい、
英雄の証は、お、すごいね。英雄の証100個近く集まってるね。で、胸骨に関しても、80個、あ、100個近く集まってます。竜騎馬は80個ですね。で、チリに関しても、どれぐらいだ、70、80ぐらい集まってて、鎖に関しても80ぐらい集まってると。で、毒針が、毒針も100個ぐらい。で、髄液に関しても大体90個集まってるんで、100個近く集まってるっていう形かな。で、それ以外で言うと、鉄喰に関しても80個ぐらい。で、うわ、火薬そこまでだったな。火薬が70か。正直火薬がもうちょっと欲しかったんですが、まあまあ仕方がないですね。で、それ以外は、下っ側のやつは半径ないと。で、ランタンは、まあ、銀素材ということで、あ、けどこれも80個ぐらい集まってますね。80個ぐらい集まってて、蛇の宝玉も90個ぐらい。で、歯車に関しても80個ぐらい。で、ホムベビ関係ないな。勲章も関係ないな。で、貝殻に関しては70個ぐらい、あ、90個ぐらい集まってますね。ん？違うわ。367、あ、そうですね、90個ぐらい集まってますね。で、マガタマも80個ぐらい、氷も90個ぐらい。だいたい銅素材、銀素材関連に関しては90個ぐらいが、妥当になってるっていう感じかな。まあ、マガタマいろいろ集まってるし、いい感じで、オーロラに関しても、まあ、80個ぐらいで、矢尻に関しては100個ぐらい集まってますね。あ、銀冠70個か。なんか欲しい素材に関しては、ちょっと下振れてる感じがするから悲しいな。なんか欲しいって思ってるやつが70個台になってるのがちょっと悲しい。うん。90個ぐらいあったらよかったんですがね、仕方がない。ただ、精霊魂が、お、精霊魂70個ぐらい集まってる。めちゃくちゃでかいっすね。で、混沌の爪が、もう70個ぐらいか。ほうほうほう。お、血類100個集まってる。めちゃくちゃでかい。28個しかなかったんで、もともと。めっちゃ熱いですね、これに関しては。で、炭石も70個ぐらいで、炉心とかここら辺のやつは、まあ今回なかったんでっていう形か。で、かけらに関しても90個ぐらい集まってるということで、あ、全体的に全部、なんか80から、まあ70から100ぐらい入手できてるっていう形かな。まあ100、たぶん26ぐらいからスタートして、まあ120ぐらい開けたんですが、だいたい90、だいたい低くても70から、まあ100ぐらい集まってるという形になっているんで、まあまあ結構いい感じですね。はい。まあ金素材に関してはもうちょっと欲しかったっていうのがあるんですが、まあこれだけある程度集めればアペンドをね、ちょっと開けやすくなるという形になるんで、自分としてはまあまあプラスだったりするかな。ただ、まあ、がっつりした話で言うと、あれか、この後水着イベント復刻回った方が多分これよりも500倍ぐらいうまい可能性があったりするんで、まあ、あれですね、青銅の果実、今42個集めているんですが、まあこれ100個ぐらいできる限り集めて、まあ周回していきたいっていう形かな。はい。以上ということで、今回、探掘、ん？発掘のやつ、開けてきたんですが、こういう形となりました。はい。まあ実際120ぐらい開けてこれぐらい美味しいイベントとなっていたんで、まあ回る分には結構いいイベントになってたんじゃないかなとか思ったりしております。シナリオは知らん。はい。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。Shoot, shoot, shoot.